なるほど。何しろ安定して速く走るというのが、はい、ジャック・ムーアも似てるところがあると思います。さあ最終ターンを抜けて95年のタイトルに向けて爆進していきます。チェッカーフラッグは振られました。右手を大きく上げて、これで95年のタイトル決定。おっと後ろで、これは白とグリーンのマシンは96番、トレバーシェベルト。すごい今クラッシュでしたけど、当たったんですか今。ちょっと一瞬前が浮いた感じでしたね。どういう行き先でなんか動いてますけど、頭が動、あ、手が動きましたね。まだ転がり方が良かったですからね、コックピットを打つようなことはなかったんで、はい、さあ今ベルトは外せてるんでしょ、まあ、手が動いてるし、あれだけの衝撃ですからね、そう首は動いても出れないと思いますが、かなり今あの着地するときにね、お尻からドンといってるでしょうから、背骨とか痛めてるんじゃないでしょうかね。あ、なるほどね。車はかなり激しく左半分、そして後ろもダメージを負っていますね。かなり高くまで上がりましたよ。車は今2台分ぐらいの高さまで行きませんでした。もう一回リプレイで見てみましょう。ちょうど最終コーナーの立ち上がりのところで、一番画面の左端です。あ、前の車のリアタイヤとフロントタイヤが当たったんですね、はい、それで設置したところでこの高さから落ちて、ひっくり返しに落ちなくてよかったですよね。あ、さあ今度は後ろ別の角度から見てみましょう。高さがこれ10メートルぐらいまで飛びましたかね。体操競技の床の着地みたいな着地みたいでしたね。いやー、これこの通りやろうとしてもなかなかできるもんじゃありませんけれども、ここで両手上げると決まった10点だったんでしょうけどでも今4番手を走ってたんで、これでねまた何点か貴重な取れるポイントを落としてしまったわけですけれども ね、結局結果の方は18位という記録になったようです。さあグレッグ・ムーアチームの元へ帰ってきました。なんとこれで早くももうシーズン中盤でタイトル決定と。あと残り3戦残してるんですけれども、もうすでに20歳のチャンピオンですか。早いですね。こうなってくるとこう来年、まあ、インディ3戦もすでに決まってるんですけれども、非常に楽しみですね。そうですね、カナダ人でジャックと同じ、はい、スポンサーもジャックと同じ、うん、でドライビングスタイルもジャックに似てるとなれば、はい、インディーカーに上がればジャックと同じだけの活躍は期待できるんじゃないかなと思うんですよ。しかもジャック・ビルヌーブより今、3つか4つ今年勝った感じですから、来年21歳で、まあ、インディーカーに参戦ということになりますからね。じゃあますます楽しみですね、ちょっとなんか顔つきがあのポール・トレーシーに同じような眼鏡かけてるかなという感じもするんですけれども ね、ポール・トレーシー、ジャック・ビルヌーブ、そしてグレッグ・ムーアとこのインディーライツ、あるいはそのステップアップカテゴリー。